コネクシュウィスパーエラカリダは2019年に報告された高熱性個細菌である。16エスルナ配列よりタウム個細菌門に属すものの、ツナレベルで基地の種とは異なるとされる。他の多くのタウム個細菌がアンモニア酸化を行うのに対し、本個細菌は嫌気性で従属栄養的に増殖することが異なっている。酸化の鉄を加えた媒地を用い、 栃木県の塩原温泉より分離された。この古細菌は南培養微生物であり、その生育条件は60摂氏70度、pH4.5 から5.5と狭い。この研究グループは以前培地に鉄を加えることで、同じ温泉からテルモトガモンの南培養微生物を記載したことがあり、培地に鉄を加え、様々な温度、pH 条件を試行することで培養を可能とした。 その他の性質としては、0.5から0.8マイクロメートルの不規則な形をした球菌で、運動性はなく、弁網や線網は観察されなかった。変性研究性で、炭素源及びエネルギー源として、酵母エキスやペプトン、最終電子受容体として酸化の鉄の他元素、硫黄や強硫酸を利用する。ゲノムサイズは159万 3902BP で、 推定遺伝子領域は1608カ所。本種のオ様還元能力はクレンコ細菌から遺伝子の水平電波により獲得した形跡があるという、ありがとうございます。